ケイティ・マクグラは、アイルランド出身の女優である。1983年10月、アイルランドの首都ダブリンから近いウィクローカウンティーのアシュフォードにて生まれた。ダブリンのトリニティ・カレッジの歴史学科で学業を収めた。ファッションジャーナリズム関係の仕事を求め、イメージマガジンで働いた。それまでは、テレビドラマ、ザ・トゥーダース背徳の王冠、ザ・チューダーズで、 衣装アシスタントとして働いていた。ザ・トゥーダース背徳の王冠での仕事の間に、マク・グラスは演技に取り組んでみるよう助言を受けた。彼女はアイルランドの方々の代理人へ写真を送った。そして第2シリーズ第3話において小さな役を獲得した。マク・グラスは次のように述べている。マク・グラスはフィーチャー映画のエデン・エデンと、 フリークドッグフリークドッグに出演した。2008年には BBC1 が制作したテレビドラママジ師シマーランでメインキャストを射止めた。このドラマは世界中で放映され、マクグラスにとっては最初の代表作といえる出演作となった。2009年上半期にはチャンネル4が制作した5編からなるエリザベス2世の生涯についてのドキュメンタリードラマにも出演した。 そこでは若い頃のマーガレット王女を演じた。同年下半期には魔術師マーランの仕事に戻り第5シリーズまで放送された。2013年にはホラードラマドラキュラに出演し、2015年には映画ジュラシック・ワールドに出演した。2016年にはテレビドラマスパーガール・スーパーガールでレックス・ルーサーの妹レナ・ルーサーを演じることが決定した。 ありがとうございます。